韓国ファイバープリムス場、プリムスの外観化、プリムスの内部プリムスは、韓国ファイバーが製造していた低床バス車両。2009年11月25日に、清州市の同一運輸で、初めて搬入された。2013年までに総事業費430億、ウォンを投入して1万5千台を生産する、計画である。2014年に、 後継モデルのエジソンファイアーバードの登場に伴い生産を終了した。2005年に大韓民国建設交通部主導の下、韓国型手上バスの開発事業に着手した。車両製造元の韓国ファイバーに105億ウォンの研究事業費が投資され、2008年までの3年間の開発期間で超停小軸の国産化と車体の軽量化による燃料費の削減。 環境に優しいバス運行システムの構築、拡大普及によるバスの標準化を開発目標とした。2008年11月には国家研究開発事業の成果をもとに作った韓国型低床バスの基準となる主な仕様と適用時期を明示した低床バス標準モデルの基準を発表し、その後1年間の車両製作準備期間を経た。翌年の2009年に 低床バス標準モデルの量産体制を構築し、同年11月にデビューした。仕様は以下の通り。エンジン、車種を除く、使用内外装部品は、韓国ファイバーの長軽量複合材である、ガラス繊維で製造されている。単位はミリメートル。ありがとうございます。